皆さん、こんにちは。LifeWave Connect ビジネスウェビナーへようこそおいでいただきました。素晴らしい情報をシェアしていきたいと思います。特にですね、ビジネスの方に焦点を置いてお話をしたいと思います。 そして本日なんですけれども素晴らしい情報どのようにビジネスを構築したらいいのかそして 生涯続けることができるようなビジネスこちらの構築についてお話をしたいと思います。ジン・ロングさん、クアラルンプールからお呼びしています。私どもの SPD の一人です。そして世界中でビジネスをしていらっしゃっています。そしてまだ29歳なんですよ。そして えー、私が29歳の時はこれほどまでのビジネスをすることはできませんでした本当に素晴らしいですね、えー、そして、えー、2021年にはグローバルエンランテンメントをこちらのアウォードを受賞していますそして、えー、彼は、えー、現在ですね 1195名の方々のおスポンサーをなさっていますこれは数だけではなくこれだけの人々の人生を変えたと言った点で非常に素晴らしいと思いますジムさん今日はありがとうございますおはようございますマレーシアからお話をさせていただきます一つですね、えー あなたがこちらで今まで成し遂げてきたこと本当に素晴らしいと思うんですけれどもこの成功に役立つものはどんなものがあったんでしょうかえー、私ですねえー、夢を追い続けてき、えー、ましたあそして、えー、自分がやりたいことこういったことがはっきりしていたと思います。 えあなたのビジョンですとか、そしてゴール、えこういったものが普通よりも非常に大きかったといったことがあると思います。えそして、ライフウェーブのミッション、そしてゴールといったものは、非常に世界中の人たちの人生を変えるほどの素晴らしいものだと思うんですけれども、そして、 であなたのこの夢ですとかミッションといったものこういったものが実際にライフウェーブのそしてマネージャーとしてこういったゴールに基づいたこういったビジネスこういったものについて今日はお話をしていただきたいと思っています。 そして現在ですね、えー、グローバルにマネージャーのこちらはプロモーションがあるわけなんですけれどもこういったことに基づいてお話をしていただきたいと思います。 作ることによって100ドルまたは50ドルを複数回得ることができるわけなんですけれどもこういったことについてこれ以上にビジネスを行うといったことそれについてお話をしていただけますでしょうかまず最初にですね質問したいのが最初にどんな人に フォーカスを置いていったらいいんでしょうか。どんな人に目をつけるんでしょうか。えまず最初にですね。え,えまず最初に自己紹介しますね。えジンロングです。マレーシアからお話をしています。えそしてえ非常に意識の高い企業というものはあると思うんですけれども。 こちらですねえウェルネスについて掲げている会社あこういったものといった点でライフウェーブというのはあ非常にユニークなものだと思います。え特にですねえこのダイレクトビジネスセールスビジネスの中でもこれだけのテクノロジーを持っているところは非常に少ないと思います。えそして ライフウェーブというのはあなたに新しい道を示してくれますえこれは他にない唯一無二のテクノロジーがあるといったことがありますえそしてえ幹細胞これを扱っているという点において非常にユニークであるということがあると思いますそして毎日たくさんのテスティモニーを 得ているわけなんですけれども私はまだ29歳ですけれどもライフウェーブによりあなたの人生の目標というのをはっきりと示してくれるといったことがあると思いますデイビットがコンベンションでも話していたんですけれどもえこちらですねえ神の これはギフトだというふうに言っていましたそして自分がどのような組織を構築していきたいのかあそういったことを考えることが必要だと言ったことが分かってきましたそしてそのチームのメンバー一人一人にもいろいろな ゴールというものがあるわけですけれどもこの組織の中でそれをもっともっと膨らましてえもらいたいというふうに思うようになりましたえスターウォーズについてお話をさせていただきたいんですけジェリーさんご存知ですかもちろんですよえこちらですは、ね、いつもインそしてヨーのキャラクターがあります 同じような考え方をしていいいたただきたいと思います、えー、クリエイティビティですとかイノベーションテクノロジーこちらですね陰、えー、の中でこういったものが使われますと人に人々にとって非常に痛みをもたらすものだと思っています。えー、そしてこれがあ 明るいところで使われますと人々の人生を変えるほどのパワーを持つといったことがありますそのためライフウェブというのは非常にこのポジティブなエネルギーを持って人々の人生を変えることができるわけですそしてそのことについてデビットに非常に感謝をしていますそして え皆いろいろなことに感化されてこちらのビジネスに参加しているわけなんですけれどもテクノロジーですとかビジネスですとかそういった点に非常に影響されてこちらに入ってきていると思いますそしてこういった点から見ても非常に私たちのこの会社というのは非常にパワフルな強力なものだと思っていると思います。 そしてえ皆さんにお話をしているんですけれどもライフウェーブというのはえ人々を助けることができる企業そしてこれがこの企業が続く限りえ人々を助けていくことができるというふうに言っています。 えそして、えー、みんな一緒に前進していることについて非常に感謝しています素晴らしいお話ですスターウォーズと言った言葉を聞いた途端非常に心が惹かれましたえそしてですねえゴールに基づいてと言ったことおこれがライフウェーブそのものだと思っているんですえそして で人々に何か知るのではなく一緒にゴールに向かっていくといったことをそしてそのゴールというのはどういったものなのかそういったことを考えていくことがとても大切だと思いますそして陰と陽についてお話をしてくださったわけなんですけれどもアメリカ・インディアンのお話があるわけなんですけれども暗い 狼と明るい狼というのがあったんです。同じようなアメリカのこういった言い伝えなんです。え、そして誰に対してその？物をを与えるかによってそれがよになってもい,いになってもするわけです。そして、デビットというのは？ 実際にこういったテクノロジーを用いて人々に日の当たるところに連れて行ってくれると思います。そうしましたらいくつかですね技術的なこととについいいいててお話をしていきたいと思いますそして実際にですねどんな人に目をつけていったらいいのかそして マネージャーに、なってもらい、え、そして、その、お、先。え、の昇進をしてもらえるのか、あ、そういったことについて、話していきたいと思います。こちらのスクリーンなんですけれども。え、まず最初に、え、こういった質問をするんです。え、まず最初に、え、ビジネスを構築したいですか。え、そして。 この商品を使ってみたいか、あ、そういったことについてです。え、そして、ビジネスを構築したくないという方、あ、こういった方に対しては、多分将来的にはあというふうにえ言う人がいるかもしれません。でもそういった人にはフォーカスをしません。え、そして。 ビジネスを構築したいかといった質問に対してはい、ぜひやっていきたいですというふうに答えてくれる人そういった人たちに焦点を当てていきたいと思いますこちらですねこのスライドなんですけれども私のストラテジーに対してですこちら ストラテジー戦略について考えるといったことは非常に大切だと思うんです。そのためにですねマネージャーになりたいかという質問に対してですねマネージャーにすぐになりたいというふうに考える人こういった人もいるわけなんですけれども。 こちらので、ま、でした人ですねこういった人たちライフウェーブに入った場合ダウンラインそしてコミッションを得るようにできるこういったことがとても大切だと思っています。 マネージャーにすぐになりたいというふうに思うよりもまずファミリーを作っていくそういった考えをしていますこちらのアップラインなんですけれどもこちらもファミリーに当たるわけです私たちバイナリーコミッションというのがライフウェブにはあるわけなので 私たちライフウェーブにおきましてはこのライフバイナリーといった考え方これは全体的に構築していかなくてはいけないといったことがあります。そして例えばですねレグが1つししかないとしますそうするとファミリーの中であまり増やしていくことができないわけです。 しかしですねこちらの緑のところを見ていただきたいんですけれどもその下の人たちですねボリュームがどんどん出てくるところがあると思いますそうすると一つの方からバイナリーコミッションが入ってくるわけですそれでもですねアップラインを見た時には マネーージャーとして25%のファーストレベルのマッチングボーナスこちらを得るためにもバイナリーマッチングボーナスをもらうだけではなくそれだけではなくビジネスを構築していく。 ためにも両方のレッグに特化していかなくてはいけなくなるわけですそれでもですねマネージャーになりたいんだと言った人をこういった人に特化しますと右のレッグそして左のレッグ両方とも伸びていくことができるわけですそして両方のレッグからボリュームを得ることができます そして皆同じようにマネージャーになっていくことができることができるわけです。そのためにですね鍵としては誰を右に誰を左に置いたらいいのかそういったことを考えることが必要になってきます。そして自分のこのこ組織が健全に 成長していくためには両方とも育てていかなくてはいけません。こちらですね、A、B、C、D と書くんですけれども、このおえ四人ともですね、あこれがあこちらがあ育っていくためには、あ例えばですね、えゴルフの 仲間からこのように同じようにこういった人たちを発知しますそうしますと ABCD の人たちがボリュームを持ってくることによりそしてそのつてとして EFG という人たちが座っていくわけですそしてすぐにですね私の iPad の方からビデオをどんどん送ってあげます そのために ABCD こちらですね同じところに置いていくとこちら見ていただきますように ABD というところで一緒に装置をしていくことができるわけです。そのためにですね皆さん話が通じやすいといったことがあります。 そのためにどのように組織を持っていくか、これがとても大切になります。私がマレーシアで初めてビジネスを始めた時ですね、その時にはまだ26歳といったことで合令があまりいなかったといったことがあります。そして、どのように始めたかといいますと、 え皆さんに話パチオの話をした時ですねえ友達がまだみんな若かったといったこともありましてえ誰もあまり信じてくれなかったといったことがあるんですそのために、まあ、知らない人たちにいろいろと話をつけていかなくてはいけなくなりましたあそのためにえクワラルンプールこの首都ですねマレーシアのこれの北側と南側に 分けてえそういった人たちを配置することにしましたえそしてえこの例えば例を挙げたいんですけれどもまず最初にやりたいといったことはマネージャーになることですえだから目的地としてマネージャーになるだけではなく素晴らしい キャリアの出発点としてマネージャーをやってほしいといったことをお皆に知ってもらいます。そして、SPD をいち早く作るためにマネージャーを最高の場所からスタートするにはどのようにしたらいいのか。そして、自分のこういう関係をリストアップすることがいいと思います。 例えばあなたにはゴルフ仲間がいますねそしたらセミリタイヤしている人もいるかもしれませんそしてゴルファーの友人がどんどん増えていると思いますそしてまた同僚や元同僚が40人ヨガのグループが30人そして家族の友人がいて、まあ、全体で100人ぐらいになるわけですそしてこの 小さいグループを合わせたりしますそしてこういったことによりだんだんとグループが大きくなっていくわけです。そしてまず最初に。 ゼロから始まるのでしたらあこちらのテクニックを使ってえなるべく早くビジネスを築き上げるえそしてそれとともに組織を維持していくそういったことができると思います素晴らしいと思いますまずバランスというのがとても大切なわけですねえ皆さんえバイナリーを考えると 最初の片方のレグが大きくなっていて、もう一つの方があまり成長しないといったことがよくあることなんです。え、それでも長期的に見ると価値があまりなくなってしまうわけですよね。え、そしてそのために同じこういう関係、え、そういったものをキープさせていくというと。 やこと、そして一つのレグだけ大きくなってしまってその時にどうしようと迷,う迷ってしまうことがあるわけですけれどもそこで止まらずに続けていくことがとても大切になるわけですね。そして で新しい人が入ってきたらどういったことが正しいことなのかこういったことについてしっかりと話をすることがとても必要になると思いますえそしてその他にもですねえマネージャーになるためにマネージャーになるのではなく書類的には SP などもっと上のランクに上げるために。 マネージャーになるのだと言ったことこういったことについて考えてもらいたいと思っています。そのためにゴールを明確にすることは非常に大切だと思います。非常にいいお話でした。えそしてですね、えー、皆さん、チームの皆さんとお話をするときにですね、えどのようにしてこういったゴールについて明確にするんでしょうか。 え私たちですねえ毎晩えデイリーのミーティングを行いますえそしてえ私え自身でもそうなんですけれどもえ他の人たちから痛みというのを取り除いてあげるためにこの仕事をやっているんだよといった話をしますえそして。 っあ皆さんえ自分の心にヒーローを持つと言ったことが非常に大切だと思うんですけれども、ライフウェーブにとってはデイビットという素晴らしいヒーローがいます。えそしてえこういったことについても話し合います。えそして我々はあデイビットにとっての戦士なのだ。あといこういったことについてえ明確にしてあげるんです。 そして毎日ののミーティングでこのことについいて何度も話し合います。初めてライフウェブに入った人にとってはこの考え方は理解しにくいといったこともあるんですけれどもそれでも話を続けていきます。 そしてこの会社には本当にハートを持った人々がたくさんいるといったことこういったことについても話をします。そして Zoom のミーティングにおいて自分のためだけではなく会社のためにこういった活動を行っていくことによってたくさんの人たちが助かるのだといったこと こういったことについてもお話をしますそして私たち全体にとってのゴールこれについて話をしますえそして私たちはなぜこのことをやっているのかこういったことについて話し合うことによってチームとしてのこの一貫性というのも出てくると思います そしてデイビットがヒーローロだだととと言ったことこれも本当だと思います何度も実際に会った話をしたことがあるんですけれども本当に彼は賢い素晴らしい人だと思うんですけれどもそれを自慢することも全くないわけです。本当にそれだけの地位にいる人では珍しいことだと思っています。 そして神様になぞらえてからはいろいろ話をしてくださるんですけれども非常ににいいい私たちのお手本になると思いますそして我々は彼の戦士だと言ったこと非常にいい考えだと思います。 そしてチームにこういった話をすることそしてコンスタントにそういったことについて話をするといったことそれは本当にいいことですよね。それを毎日行うことによって非常に強いチームを作ることができると思います。そしてヒーローがいて私たちを導いてくれるのだといったことこれはとても 素晴らしいですそしてその他にもですねお話を伺いたいんですけれども現在ですね皆さんに覚えていていただきたいと言ったこと世界中でインセンティブトリップこういったことが行われているわけですね。マレーシアににおきましてはベト,ベトナムに 行くことができますアメリカではアルーバーそしてヨーロッパではギリシャに行くことができるといったことがありますそしてビジネスを構築していく過程において非常にいい成績を収めればポイントを収めていって素晴らしいこういった旅行 に参加することがあると思うんですけれどもこういったポイントを集めることそしてもう本当に人生のうちで二度とないような素晴らしい経験のできる旅行に参加できるといったことこういったことは非常に大きな助けになると思うんです。ここれについてはいてかかがでしょうかこの 旅行というのは非常に素晴らしい寛大な機会だと思っています。そしてライフウェブのビジネスに興味があればインセーブトリップというのはこちらは あいわゆるうまあご褒美といったことだけではなくインセンティブトリップに集まってきた他のリーダーとネットワークが構築できるといったことが素晴らしいわけです。例えばですねマレーシアの人たちが行くインセンティブトリップにはフィリピンの人々も来るわけなんですけれども。お 一段上のレベルの方々と非常に素晴らしい関係を築くことができます本当にそうですよねえ皆さんたくさんの人たちがこのインセンティブトリップに参加していただけることを本当に願っていますえそして最後なんですけれども何か一番最後のコメントはありますか えこちらですねえ今合理について話をしてきたわけなんですけれども目標ですとかあこれについてえこれはあし世界を変えたいとかあマレーシアのためになるとかあそれそういうことだけではなくもっと小さな目標という ここととを立てるるもでできるわけです例えばこれはデイビッドが数年前に言っていたことなんですけれどもえ例えば年を取ってきた親戚がいたといったことがありますえそして年を取るのは非常に怖いことだと思うんですえそしてえその 親戚のために役に立つことができたというふうに言っていたわけですそのためにですね大きな目標がすぐに見つからなかったらあ、毎日の日常に関することをまたはああなたの家族について目標を立ててみるというのはいいのではないでしょうかえ、例えばあ、お母さんの助け けになるようなこと。こういったことを考えるのがいいのではないかと思っています。え、そして。え、私は両親の助けにもなりたいですし。マレーシアのためにもなりたいですし。え、大きな大きな目標も持っているわけです。え、そして、え、自分の目標が。 あまり大したことはないのではないかというふうに考える必要はないわけです例えばえ例えばお金を稼いでそして自分の今働いている会社を辞めて自立がしたいえこういったことでもいいわけです そのためにですね目標というのはあこのライフウェーブで働いている家庭においてだんだんと作っていけばいいと思っています。本当にいいい話だと思いますえそしてえこういったあ自分の感情とそして目標といったことですねこういったことがだんだんとマッチングしているいくといったことこういったことは本当にいい話だと思いました。 本日はですね仁さんからこういったお話を伺って非常に感謝をしていますそして実際に私たちのこの企業というのは本当に正しいことをしていてそして人のためになるようなことをしているそういった企業だと思います。私たちには素晴らしいテクノロジーもありそして でリーダーシップも素晴らしい、えそして企業文化も本当に素晴らしいものがあると思います。え本日は私たちのウェビナーに参加していただきまして本当にありがとうございました。えそしてこれからも成功をこちらお祈りしています。えそして皆さんご参加ありがとうございました。 So thank you for being on this with us tonight, and we look forward to catching up with all of you very soon.